部品の検証が不十分でした。鈴木の彼方。こんにちは、自動車整備資格保持 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は7月の27日に三菱ふそうさんのエアロスターからサービスキャンペーンが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube 君がより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのはノックスセンサー。車には1万を超える部品が使われています。この中にはほとんど交換しなくていい部品もありますが、数年おきに交換の必要がある定期交換部品があります。スパークプラグやファンベルト、タイヤなんかがいい例ですね。普通はどの部品がどのくらいで壊れるというのが分かっているので、メンテナンスノートや車の取説なんかに書かれているはずなんですが、ノックスセンサーの寿命検討が不十分なので定期交換部品に含まれていないとのこと。そうすると使っている間に壊れるまではいいのですが、壊れたことを知らせる警告音がずっと鳴り響き、うるさくて運転に集中できなくなるので今回のサービスキャンペーンになっています。改善内容はノックスセンサーの交換時期が書かれた紙をメンテナンスノートに追加し、ノックスセンサーを交換、さらにノックスセンサーが壊れたら無料で交換ですね。対象車種は三菱ふそうさんのエアロスター。2017年11月13日から2019年8月19日までに製造された918台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。ノックスセンサーには排ガスをきれいにするための大事な役割があります。これがないと酸性雨が降ってくるので必ず修理に出してくださいね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回は三菱ふそうさんのサービスキャンペーンについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。